横浜市にある都築公会堂で11月18日第11回 U&I コンサートが開催されました。これは地域の人たちにクラシックコンサートを楽しんでもらいたいと、横浜都築ワイズメン&ウィメンズクラブをはじめとした6つの団体が協力して行っているコンサートです。誰でもが楽しめるバリアフリーのクラシックコンサートをやりたいと、2011年の7月に第1回目を開催したものです。昨年2年ぶりに行ったんですが、覚えていてくださって、今年も活気に満ちたコンサートが行えたというふうに喜んでいるところでございます。横浜室内合奏団歌劇団による聞きなじみのあるクラシック音楽が演奏されました。プログラムの中には観客が舞台に上がり一緒に演奏を楽しむ場面もありました。このコンサートで特に人気となっているのがオリジナルのオペレッタです。今回は商売上手と題した歌劇が披露され、観客から大きな拍手が送られました。音を出しても声を出してもそのままも素直に楽しめる音楽会を作りたいという話で、とても意味のある活動だと思ってずっと参加させていただいています。期待に応えられるような楽曲を見つけていって、いろいろな世代に楽しんでもらえるようなコンサートにできればと思っています。